皆さん、こんばんは。荒井圭介です。本日2024年、7月の15日、18時59分、重ね掛けのような形、加重式と言ってもいいんですけども、1985年の阪神タイガースの、選手の方たちの、伝説のバックスクリーン3連発、ちょっとバックスクリーンから、ちょっと横の客席のところには飛んでるんですけども、これはもともと話があって、お客さんがホームランを、ホームランボールを持って帰りたいとか、そういう部分がありますんで、ね、一つぐらいは、そのバックスクリーンに全部行ったら、お客さんが取れませんから、一球ぐらいは、行った方がいいんじゃないかと、そういうふうな話から、そうなってたんですけども、やっぱり未来の時間軸から僕は頭の中渡しますね。で、バッターボックスで、岡田さんも会うって言ってくれてるんですよ。その頃、バースさん、バックスクリーン3連発の前の打席まで、打率2割ぐらいしかなかったんですね。で、海外から日本に急に来て、日本のピッチャーのその特徴、球速だとか、変化球どんなものを投げてくるだとか、そういったことを、覚えたりするまでに、やっぱりある程度時間必要ですから、その辺のところで、最初は、ちょっと苦戦した部分があったとは思うんですけども、未来の時間軸から、先ほどもその動画見てたんですよ。でついついやっぱりこちらとしても頭の中を、渡したくなる。そういう気持ちになるんですよ。で、頭の中を渡しながら、たまに今、横浜 DeNA さんの方に行ってるかなとか、そういうふうに、思ったりする時もあります。重ね掛けで今までその動画を見ながら何回も頭の中を送ったりしますから、それはそれであり得る現象かもしれません。最後の岡田さんの時が一番飛距離出てるんですよ。バックスクリーンのホームランで。だいぶバックスクリーンの奥の方にボール飛んでるんですけども。他にも僕関係者の人たちで、すごい人たちは今までいっぱい、出てるわけで。ちょっとこの間ね、なんかしっていう声聞こえてきましたけど、元ソフトバンクのね、松田選手。改造マグラみたいな車。今日休日日ですか。ちょっともう笑いながら言ってますけども、休日日は休日日のちゃんとルール作っておかないと休みになくなっちゃいますから、改造マグラみたいな車でね、僕は買い物行く時に行こうかな。その後の別の件でこう電話かけて出てきたのは声聞いて元ソフトバンクの松田選手そういえば彼フルーツのパークに働きに来たことあるそれから彼も推定160m 飛んだんじゃないかと言われるぐらいバックスクリーンの電光掲示板の上の方に当てたことあるんですよ。びっくりするでしょ。確か彼身長190センチ台とかじゃなくて、170センチ台じゃなかったでしたっけ？でしょ？飛ぶんですよ。バックスクリーンの掲示板のところですよ。名前とか書いてる。他の球場ですよ。甲子園じゃないですよ。甲子園じゃないんですけども。あと、佐藤輝明選手が新人の年、横浜 DeNA さんのスタジアムで場外ホームラン。場外ホームランの場合は、着地地点がちょうど地面の高さになりますから、それ、もし誰かが撮影していて、それ距離測ったら、多分とんでもない距離になってると思います。大谷翔平選手とかの、すごく飛んだ打球とかで130メートル弾とか140メートル弾とか呼ばれてますけども、あれ観客席に当たった時のそこまでの距離なんですよ、ホームからの距離で。そこの、この高さに当たったとしたら観客席の、ここまでの距離なんですよ、こうホームからの。だから本当は、そこに障害物がなかったら、もっと先の方で着地してるんですよ。だから最初は甲子園に、
見に行った時に、センター方向、まあ、基本的には外野が、入場料安いですから、まあ、僕なんかは外野の方のチケットを購入したりしてたんですけども、まあ、バックスクリーンの近くですから、まあ、こんなところまで飛ばすのかすごいなというような、感覚でした。まあ、今回は、ちょっと短い動画ですけども、まあ、記録付けをしておこうと思いまして、だからもしかしたらフルーツラパーク1998年僕が働いていたその前後ぐらいの頃に吉田芳雄さんとかと岡田さんも僕に会いに来てくれてたのかもしれないですね。阪神タイガースの、現在監督の岡田さんです。まあそれはさておき、今後は、河川の撮影、由良川が途中ですから、次はまた由良川の、途中の河川の撮影行こうかなと思ってます。もう口座の中身が今もう8万8000まで来まして元気にもういっぱいいっぱい限界突破その方向で限界突破したグレイの皆さんがね、昨年ぐらいに昨年かその毎年、多分昨年だったと思うんですけど、限界突破っていう曲を出してくれてるんですけど、まあ僕関係で作ってくれてる曲なんですけども、銀行の口座の方が限界突破。それはそれで破綻ですから。さすがにそれはないように、行動しようと思ってます。まあ、ただもう、この河川の撮影に関しては、もうちょっともう限界来てますね、さすがに。この間の口座の中身、13万だとか、もう12万だとか、こう、だんだんカウントダウン、7月入ってから言ってますけども、本当にそうですか、もう口座の中身、8万8000です。多分もう、由良川と稲川ぐらいで、一旦、当分、ガスとか、シャワー生活はずっと続けてるんですけども、それで水道代もかなり浮いてるんですよ。いちいち風呂を沸かしたりするような生活とは違って。それで、まあ、なんとかお金を捻出してるという形ですね。この間も今月の、引き落とし、電気代、もしかしたら、2ヶ月分、いや、 やっぱり動画コンセントを昼間から差しっぱなしにしてこうパソコンを扱ったりしてたからその金額になってるのかもしれませんけども、2万5000円ほどの引き落としが、まあ、電気代と通信料込みなんですけども、Wi-Fi 代は確か別だったはずなんですよ。だからね、想像以上にこれ自分のホームページとか YouTube で、作成している経費、まあ経費と、まあ完全な赤字で利益が一円もないところなんですけど、屋号で言いますと、もう電気代込みだったら間違いなく交通費と電気代とそのプロとしての1年間の更新するホームページ10万以上絶対使ってます。間違いないです。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定とは、淡井さんの動画を見た方がいいよということで、とりあえずね、動画の再生時間が過去365日を遡って、3000時間なり4000時間を超えたら、お金が入ってくる見込みがありますので、メンバーシップだとか、CM がついたりだとか、そういうことになってくるんですけども、この、河川の撮影に関しても、交通費に関しても、どっかでお金が入ってくれば、生活保護者でも一応手元に、1万5000ほどの稼ぎがあって、1万5000手元に残ったりするんですが、そういうことですね。皆さんできるだけ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。身の回りの方に、伝えていただいたり、やっぱり人かと。昨日、オリックス・バファローズさん対ロッテの試合で、オリックス・バファローズさんが5対1で勝ってるんですけども、頭の行き先とかどうなってるのかとか、いろいろあったんですよ。で、いい申し立てっていうことを動画でアップロードしてると思うんですけども、そこで報道をステーション、厳密に言うと日曜日なので、サンデーステーション。で、速報で、
女子ゴルフのメジャーの方で、古江選手は優勝したと。まあ、そっちの方に行ってたみたいですね。買い物行くときも、こう、良いことを、信号待ちでね、言ってみたりだとか、いろいろしてるんですけども、僕も最後まで結果出てみなかったらわからない部分とかもありますんで、最終的には、今シーズンも最終的にはうまくいってるんじゃないかなとは思っています。以上です。皆さんチャンネル登録と、あと動画の再生時間ほどよろしくお願いいたします。以上です。阪神ファンはね、当然ながら、あとワールドベースボールクラシックファンとか、サッカー界のファンの方たちとか、僕はあってこそです。世界ランキングです。今、サッカーなんか10ないんですよ。一昔前なんか60ないとかですよ。で、40ないまで来たとか、30ないまで来たで、こう、騒がれたんですよ、世界ランキングは。サッカー。本当の人口のこととかもう分かってきたらもう分かるでしょ。日本絶対優勝できる位置にいるって。もう、大体どこの国もあまり変わらないですよ、本当に。ただ職業として、プロのサッカー選手として、されてる人と、やっぱり他の仕事しながらサッカー選手として国家代表で出てきてる人は、もうこれはもうやっぱりだいぶ差が出ます。もうこれはしょうがないですよ。肺活量から、筋力量から、練習量から何から何まで違いますから、がもうしょうがないと思います。その辺のところはやっぱりプロとして設立した以上は、世界ナンバーワンを目指すと。そういうことです。以上です。